よう。いやあ、なんとも平和だな。どうこういるから平和じゃないだろって。いやいや、そうでもねえんだ。10年前はかなりきつかったからな。あの頃に比べれば随分マシだと思うぜ。そう、俺がこんな話しちゃダメだな。昔の話をするのはジジイの役目だ。まあ何が言いたいかっていうと、なるようになるってことさ。仲間も増えたし力もついた。俺だって成長してるからな。いざとなったらみんな守ってやるさ。よう、お前さんは元気そうだな。俺、他のアークスの救援に来たんだよ。ちっと断りにくい相手から頼まれてな。ま、雑用って感じだな。お前さんぐらい駆け出しの時にちょっと張り切りすぎてな、無駄に期待されちまってんだよ。俺自身はそんな期待に応える気もないのによ。なんとも面倒な話だぜ。俺は俺が救えるやつしか救えねえってのに。いや、それが分かってるからあえて俺にばっかり振ってくるのか。まったくレギアスのジジイめ。どうすまね、愚痴になっちまった。まあ、ほどほどに頑張れってことだよ。じゃあな。よう、相棒。キビキビ働いてっか。俺はなんだか飽きてきたぜ。任務にしろ個人的な調査にしろ、一人でってのは飽きるもんだな。誰かと一緒に動いた方が安心感も違うし、いいよな。まあ、俺の個人的な調査は他人を巻き込んでするようなもんでもないから仕方ないけどさ、今度タイミングがあったら一緒に一仕事しようぜ。じゃあな。よう、相棒。クラスとかっていろいろいじったりしてみてるか。俺たちの世代は先輩方と違って適性を自由に変えられるからな、いろいろやってみた方がいいぜ。まあ俺はレンジャーが性に合ってるし、ずっとこのままだと思うけどな。しかし、なんで俺たちはクラス自由に変えられるんだろうな。先輩方と比べて別段何かが変わったとも思えないんだけどな。見た目だって全く同じだし、寝てるうちとか知らないうちに体を勝手に改造されてたりしてなんてな。そんなわけないよな。だったら真っ先に自分で気づくって。ま、自由があるってのはいいことだし、ぜいぜい有効活用していこうぜ。じゃな。いや、相棒、この惑星あっ暑いよな。歩いてるだけでうんざりしてくるぜ。人探しの方は当然さっぱりだ。ま、当たり前だけど、未開惑星のここで探し人って時点でなんかもういろいろずれてんだけどな。でもさっきさ、なんかちらっと小さな影みたいなの見えたんだよ。砂漠の端っこで。人影にしては小さすぎだったけど、ありゃ一体何だったんだろうな。ああ、ダメだ。暑すぎてバテてきた。俺一足先に帰らせてもらうわ。じゃあな、相棒。無理せずに頑張れよ。他の人と話すとき、どんな風になるのかって？ちょっとやってみる。はい、そうですね。わかりました。はい、そうですか。それでは、そのように。なんでだろう、相槌ばかり。緊張してるのかな。口調もなんだか丁寧になってるし、ちょっと不思議だね。ごめん。うん、大丈夫。なんだかちょっと頭が痛いだけ。無理はしないよ。できないし。わざわざ来てくれたのにごめんね。ちょっと休めばよくなると思うから。おかえり。あの、
あのさ、ちょっとだけお願いがあるんだけど、迷惑じゃなければいろいろな星の話聞かせてほしいの。もしかしたらそれで何か思い出すかもしれないし。新しい惑星、リリーパって名前なの？砂だらけの星なんだ。そういうの砂漠って言うんだっけ。見つかったばかりってことはまだ何か隠れてるかもしれないんだね。だからみんな言ってるのかな。そういうのを探すのはなんだか楽しそう。うん、ありがとう。思い出したりはしなかったけど、話聞けて楽しかった。どうも、こんにちは。警戒せずとも、今日はゲッテムハルト様はいらっしゃいませんよ。正しく言えば、私が置いていかれました。よくあることです。特に要件はありませんので、私はこれで失礼します。あまり私と話をしているとあなた様も不幸になってしまいますから。ん？まあ、お前か。まだお前に用はねえよ。食ってもつまらんしな。せいぜい俺の邪魔にならないよ。どこぞに引っ込んでろ。さもなくばまとめて吹っ飛ばすぜ。唐突な無礼をお詫びします。しかし今日のゲッテムハルト様は若干機嫌がいいようですね。わざわざ警告するなんて。それでは失礼します。よう、育ってるか。順調だな。いい感じだ。その調子でうまく育てよう。弱いやつに価値はねえ。いる意味もねえ。抱きすべき存在だ。それをむやみに守ろうとするやつもな。よく覚えておけよ。この時世、この状況において頼りになるのは己の力のみだぜ。アマちゃんなごっこ遊びにかぶれてるんじゃねえぞ。行くぞ、シーナ。はい、ゲッテムハルト様。それでは失礼いたします。やはり森林よりもこっちの方が数が多いね。でも光線自体は少ない。まるで意図して避けられているみたい。いや、そっちのけで何かを探っている。まったくレギアスの言う通りだね。なんだか不気味な感じだ。ん？もう、あんたアークスかな。いや、はや独り言聞かれちゃったか。そいつは少しばかり恥ずかしいね。できるなら忘れてほしい。目的は知らないけど、ここを探索するのなら気をつけな。老婆神からの忠告だよ。ん？あんたあまり見覚えがないな。あ、いや、以前に会っていたら失礼。私、顔を覚えるのが苦手なんだ。私はマリア、割と古参のアクスさ。さて、失礼ついでの老婆神に、一つ竜族について話でもしようか。竜族ってのはとても極端でね、言ってしまえばすごく閉鎖的。好き嫌いの判別が激しいんだ。仲間と見れば気を許すが、敵と見れば容赦しない。アークスはどちらかっていうと敵として見られてるね。よく襲われるだろう。昔はもう少し話が通じたんだけど、最近はちょっと凶暴なのが多いかな。そうして襲いかかってくる竜族を倒しているとさらに嫌われていって敵とみなされる。面倒なもんだよ。竜族には竜族の文化もあるし、交流するつもりなら彼らの文明観を把握してないと対応には困るかもね。さて、そろそろサランが動くかな。
それじゃあ私は行く。あんたの顔をなるべく覚えておくよ。次会った時忘れてたらごめんね。先に進むならちょっと待った方がいいわよ。まあ進みたいんなら止めないけど。心配しなくても、あれをやってるのはアークスよ。多分すぐ飽きて帰るから。まったく、制御って言葉を知らないのかしらね、あのおバカさん。まあ私には関係ないけど。音が止んだわ。もう進んでいいんじゃない？それじゃあね。いやあ、暑いね。さすがは砂漠といったところ。お手軽に行ける場所で、もう一つ火山洞窟もあるけど、あっちもあっちで暑いんだよね。こっちが乾燥した直接的な暑さ、あっちはこもるような間接的な暑さ。どちらにせよ暑いのは苦手だから勘弁してほしいところだね。少しぐらい涼しくならないかな。ナベリウスの凍土ぐらいまでとは言わないからさ。寒くないかい？ああ、そうでもない。私が寒がりなだけか。いやはや、さすが凍土というだけある。ぶっちゃけめちゃくちゃ寒いよ。今すぐ帰ってしまいたいぐらい。どうしてあの森林からこんなクソ寒い凍土につながってくるんだろうな。自然ってのは時々こういう意味不明なことをしてくるから油断ならないよ。まあそもそも自然の仕業かどうかも怪しいところだけどさ。ああ、なんでもない。今のは忘れていいよ。ああ、サブサブ